サザエ。サザエさん、神さんに会う女性はどんな性格ですか？うん、言って言えるもんな。性格引っ張ってってくれる女性ですかね。あ、なんかそうっすね。どうでしょう、うん、やっぱ、いやでもなんか引っ張られすぎんのも自分、俺がなんかすごい頼りないってなっちゃうからあれなんだけど、喋ってくれる女性がいいんじゃないですか。あー、わかる、自分から。つまんないじゃないですか。うまいつまんないじゃん、どう見ても喋りとか、絶対違うよ。俺マジで二人っきりでいたら絶対つまんないから、喋ってくれる女性と引っ張ってくれる。お前今から俺と二人で飯行こうとしてんの？どういうこと？絶対おめえと飯行かねえから。いや、女と二人で。いや、知らんな。知らんな。女性といると結構喋りますよ。まあでもそう、自分が気使ってますもんね。ってなると。でしょ？確かに。気かかってんの？いやいや。それとこれとは違うよ。頑張ってるってことでしょ。頑張ってる、いや頑張ってないですよ。頑張ってないけど、なんだろう、別にいつも応援していただきありがとうございます。まあみんなに愛してもらえるような選手にこれからもなっていきたいので、まあ僕もそうですけど、チームの応援もよろしくお願いします。仲良くね、喋ってね、ちゃんと。これ調子いいっすよ。